五福島神社の脳舞台能能楽堂にて、1891年、尾形月光。脳は日本の伝統芸能である能楽の一部にや、江戸時代までは猿楽と呼ばれ、狂言と共に能楽と総称されるようになったのは、明治維新後のことである。脳という語はもともと、特定の芸能を指すものではなく、モノマネや国慶芸でない芸能で、ストーリーのあるもののこと全般を意味していた。 猿学以外にもこれが用いられていたが、猿学が盛んになるとともにほとんど猿学が脳の略称となった。1881年に農学者の設立を基として、猿学を農学と解消したため、農学の脳を指すごとなったものであり、農学のうち超自然的なものを題材とした歌舞劇のことで比較的高尚な内容である。往々にして、農学と 脳を道義に用いたりする向きもあるが、誤りである。農学については2008年にユネスコの無形文化遺産に登録された。本説では、中世に成立した古典の曲目のうち、現在でも頻繁に上演されているものを紹介する。これらは原稿曲と呼ばれ、流派によって異なるが、概ね200数十番が原稿曲とされている。 しかし歴史的にはこれらの他にも2000番から3000番程度の曲が作成されている。これら廃曲となった曲の中には現代になって再演を試みられることもある。また近代や現代においても新しい曲が書かれることがある。これらは新作能と呼ばれる。物教、終身、音量、人情など他のジャンルに分類できないものは雑能と呼ばれる。 国指定文化財等データベース、重要無形文化財能楽、審判の狂言辞典、310ページ、レテアトル能楽、氷川麻里子、梅若六郎、脳の新世紀。ありがとうございます。